ミラン・クーちゃんは、旧、ユーゴスラビア及び、スロベニアの政治家。1991年のスロベニア独立と共に、初代大統領に就任し、2002年まで務めた。ユーゴスラビア王国のプレクムリエ地方の村、クリジェフチに生まれる。17歳の時、ユーゴスラビア共産党に入党し、ルブラナ大学で法学を学んでいた最中から、政治的キャリアを始めていた。 1964年に大学の党委員長に就任。1978年にはユーゴスラビア社会主義、連邦共和国のスロベニア社会主義、共和国議会議長に選出された。1986年にスロベニア共産党中央委員会政治局員に就任。その頃から党と国家の分離や人権保護活動、政治的な言論に賛成していた。 スロベニア社会主義共和国の憲法改正後の1990年4月に58%の得票率で大統領に選出された。1990年12月にスロベニアのユーゴスラビアからの分離独立に賛成し、翌1991年6月に独立宣言を行った。短期間の紛争の後独立は国際的な承認を得たため、 翌1992年に初代スロベニア共和国大統領に選出された。1997年に56%の支持で再選を果たし、憲法が参戦を禁じているため、2期目が終了した2002年に退任した。後任はヤネス・ドルノーシェクであった。共産党の政治家でもあったクーちゃんについては、その過去について議論も多い。クーちゃんは、 社会民主主義統一リストの党員である。夫人はしてテフカクーちゃん。ありがとうございます。